のやめろ。おやじさん止めないで、三郎の敵討ちで。お前この分際で腐れ。やめる、野心をやめるんですか。どうして。こんなに危険を犯しても戦況はいささかも変わらん。5人や6人殺したところで何になる。敵も味方も無駄な犠牲者を増やすだけだ。もうやめた方がいい。無駄。直之助殿はこの戦いが無駄だと。いかに戦争といえども犠牲は最小限度にとどめるべきだ。そんな甘いこと言っていて戦に勝てますか。弟の三郎は薩摩に殺されたんです。それを忘れたのですか。あんたはもう一つ大事なことを忘れている。兄上の角間殿はその同じ薩摩に保護されてる。それを忘れちゃいかん。おやじさん、会津が滅ぶかどうかの瀬戸際です。兄のことだと持ち出さないで。会津は滅びやせんよ。会津藩はなくなっても会津は滅びん。おやじさん、もっと大きく目を見開くんだ。あなたは所詮会津の人じゃない。それが今よく分かりました。結局は会津藩のために死ぬのがお嫌なんでしょう。何を。出て行きなさい。早くお城を出て行きなさい。おやじさん、本気でそんなこと言ってるのか。本気です。この中にいる人たちは会津藩のために死のうと覚悟を決めた人たちばかり。あなたはここにいてはいけないお人でした。グズグズしていると撃ちますよ。早く。どんな修羅場に直面しても女らしさだけは失んでほしい。私が言いたいのはそれだけだ。明日の夜は気づくの誰か長もらん慣れしお城に残す月影。山本八重子が落城の夜に詠んだ歌である。後に同志社大学創立者新島城と結婚して新島八重子となる。戊辰の戦場で激しく燃えたこの類まれな女傑の魂は昭和7年6月14日88歳の天寿を全うする。